川内村、平福沼阿武熊民芸館天山文庫川内村は、福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する村。東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、全村が放射能汚染の可能性がある地域となったため2011年3月17日以降、仮役場を郡山市にあるビッグパレット。 福島内に設置していたが、2012年4月に、役場機能を村に戻した。2016年6月14日に、全域の避難指示を解除した。福島県双葉郡川内村は、統計140度50分、北緯37度19分、阿武熊高地の中央部に位置し、阿武熊高地の最高峰、大滝根山東斜面に立地し、 標高500から600メートルの高原が、その大部分を占める。阿武熊高地の最高峰、大滝根山をはじめ700の900メートルの起伏の、多い山岳に囲まれた、高原性の盆地である。高地は、村の中央を貫流する、木戸川とその支流に沿って開け、その中に、大小24の集落が散在している。村の大きさは、東西およそ15キロメートル。 南北およそ1 3トル総面積197.38平方キロメートルの約90%が山林、原野で占められている。この地域は、阿武熊高地の最高峰、大滝根山東斜面に当たっているために、東に傾斜する、高原上地形を木戸川とその支流が侵食したにを形成している。やや詳細に見ると、木戸川、 小白井川に沿って分布する標高570メートルから400メートルの小規模な谷底平野を除けば中央部から東部のかなりの地域を含む丘陵地、東部及び西部の山地に分けることができる。丘陵地は谷に接する部分を除いては急な傾斜地はなく、ぬかばくろう山、大津辺山を除いて谷底平野からの高さは200メートルを超えることはない。 東部山地は大洋町、谷山、北郎山を結ぶ南北帯以上の地域で富岡町、奈良葉町に続く東斜面の傾斜は比較的緩やかであるが西斜面は地質的条件を反映して休憩者地を作っている。西部山地は大滝根山、高塚山、万太郎山などの比較的高い山が見られ、 大滝根山と万太郎山を結ぶ方向に平行な数段の平坦面が認められ、その中には過去の侵食基準面が含まれている。東部山地より西方に分布する河川は木戸川とその支流である。木戸川の源流は大滝根山頂の北方2キロの地点にあり、これに大首郎川、並ぶ川、昭白井川、川内川、勝津川等が合流する。 これらの支流からの水を集めた木戸川は、東部山地を横切る時に峡谷を作る。川内村の大地は、東部山地と西部山地の一部を作っている。変成岩類と、その他の地域に見られる。新生岩類、それらを部分的に覆う、未固結体積物で構成される。変成岩類には、黒雲も変岩及び緑瀬に石、緑泥石変岩で、 元になった岩石は、古生代の石炭機ペルムキア類はより古い時代に、堆積した中性、塩基性の業界岩、業界質砂岩と見られている。新生岩類には、広く分布している、いろいろな種類の加工岩、戦力岩類そして観卵岩類がある。加工岩類には、変状構造を持つ、古気加工戦力岩類と呼ばれるものと、新気加工岩類とされるものがあり、 前者には、高塚山、万太郎山などに分布する、加工戦力岩がある。後者は、北郎山から毛戸付近を通る、破砕帯の東側に見られる、新規加工戦力岩、ぬかロ郎山、檜山、太平などに分布する、ハイロクロウンも加工岩、アワベニーログロウンも加工岩などに分類される。戦力岩類と観卵岩類は小規模な分布を、している。 この地域の加工岩類及び新生岩類は、地下新所まで、風化作用が及んでいる場所が多く急斜面などで、崩壊などを起こすことがある。これらの新生岩類を貫いて、気力岩、加工戦力比には、石英半岩、流紋岩、半加工岩などが見られる。未固結の堆積物には、新生岩類を覆う粘土、砂、断球歴、外水、火山灰などがある。 気候は海洋性と内陸性の気象条件を示し、年平均気温摂氏10.3度で、夏の気温があまり高くなることはなく8月は、降水量も少なく、大変過ごしやすい。冬の期間はやや長いものの降雪量は少なく風も弱く、高地としては過ごしやすい気候条件にあると言える。気温例料であるが、年変化の様子は、 福島県下の各測定点の傾向と変わるところはない。夏日の出現は8月をピークにして55日ほどで、8月を中心に摂氏30度以上の真夏日もあるが、朝夕は摂氏15度前後まで気温が下がることもあり、高原性の比較差の大きな気候である。冬の比較差も大きく最低気温は毎年低く。 摂氏10度を下回りや左右の冷え込みは厳しい。冬日の出現は、阿武熊高地の他の観測点と似て140日ほどあって、冬の期間は長いと言える。真冬日は13日ほどである。この地域の初霜は10月10日頃、収葬は4月30日頃である。この収葬の時期と栽培植物の育成時期が重なるため闘争害が出ることがある。 降水量年間の降水量は1400ミリ程度で、福島県内では少ない方である。降水の傾向は、阿武熊高地の他の地域と同様に6月から10月に、かけてが多く年間降水量の6から7割が集中する。この地域に大雨をもたらす原因は、台風。南岸低気圧、日本海低気圧、梅雨前線などである。このうち南岸低気圧は、 時として湿り雪を降らせ着雪の被害を見ることができる。風この地域、特に谷底平野では地形に影響された風が卓越し、夏季には南東風、冬季には西北西の風が卓越する。風速の都市平均は秒速1.7メートルで弱い。この地域の森林の植物症は犬ぶなぶな水なら大かのめきカえでデシでなどに、 モミが混成した状態を示し、モミ揉み犬舟林区に分類することができる。このように落葉紅葉樹にモミが混成する状態は、小葉樹林体と落葉紅葉樹林体の中間の植生体であることを示している。この地域の林層は、栗ミヌブナイヌシで赤カ赤松などのいくつかを組み合わせた混合林を形成している場合が多い。主な林層を挙げれば、 高塚山では、低木のサラサ道ンアセビ両部ラクツツジ、レンゲツ,ツジなどの林が発達し、それよりもやや低いあたりには、水ブナバヤ林が見られる。標高700から800メートルの大洋町、谷山付近では、水なら両リンや、ギコナラなら林が見られる。また標高700メートルの大津辺山では、水なら林が発達する。これらよりも、 標高の低い地域には、宝の木林、赤松林、赤松、犬し出林や、小奈良両部林あるいは、小奈良林が見られる。河川流域では、小奈良に地域によって、犬舟山桜赤しでもみくりなどを交える林草の、発達を見る。人工造林には、赤松植林、杉植林、唐松植林がある。特筆できる植物としては、大滝根山が、 北原地とされている、日光夏みが高塚山、平福森の断崖に自生する。また、つくばねうつぎの主内辺にで、東北南部太平洋側に分布する、滝熱熊羽根宇つぎも知られている。この地域は、比較的自然条件に恵まれているために、動物性は、豊かな方であるが、過去のそれと比較すれば必ずしも良好な状態が維持、されているとは言い難い。 哺乳類大型の哺乳類は、食料要求量が大きいことや、狩猟の対象となっているために生息数を減らしている。中型、小型の哺乳類の生息数は多い。この地域で生息が確認されている大型哺乳類は、イノシシのみであるが明治末期までは、鹿がかなり生息していた。中型、小型の哺乳類で生息が確認されているものは、ニホンザルニホンイタチタヌキ。 本土狐日本のウサギムササビ、天、日本リスネズミ類、アズマモグラヒミズ類などである。蝶類この地域では、蝶類が生息するには、必要な樹林と水場が残されていて、多数の蝶類が生息している。森林では、カケスホトトギスエナガヤマドリメジロツツドリイカルウソ、ウグイスカワラヒワキビタキ、シジュウカラタカノスリコゲラフクロウアオバズクヒヨドリ、カセニア地ウには、 赤昌瓶ワセミカルガモ、マガモ、シドリなどの生息が知られている。爬虫類生息数は少なくない。この地域で知られるものには、青大将山かがし、島蛇、日本の虫ジムグリ日本かな蛇、日本トカゲなどがある。両生類渓谷、河川、水路、沼地、水田など生息地が多い。アリオ類のイモリ、ムオ類の日本引きガエル、日本アマガエル。 山カガエル、日本カガエル、トノサマガエル、牛ガエル、ツチガエル、カジカガエル、モリアオガエルなどが知られる。平福沼は、モリアオガエルの生息地として、天然記念物に指定されている。魚類この地域の河川には、イワナ、やマメ、カジカなどの生息が知られている。この他に沼などには、コイフナが知られている。昆虫類特筆すべき種には、湿地に生息する八丁トンボが挙げられる。 鳥類も豊富である。水生昆虫も貧富水性指標定性昆虫を含む多くの種が知られている。村の基幹産業は農林業である。農業については、原子力発電所関連企業などに多くの労働力が流出し、専業農家が激減。農業の労働力は、不助し、老齢者が主体になっている。経営形態も、米、洋タバコ、畜産、 養蚕、高齢地野菜を種々に組み合わせた複合経営がほとんどであるため生産組織の育成、経営の規模拡大、流通の合理化など総合的な改善を図ることによって若者が農業に魅力を感じる自然と文化が調和した新しい村づくりを目指している。一方、林業も外材の輸入などによる木材価格の低迷が起因し、 生産量を呼び、就労人口が減少の傾向にあるので、立地や気象条件に適した、特用林産物の生産の拡大と適木の計画的増林を進めている。就労の場としては、婦人服法制、弱電関係、地場産業のチップ工場などはあるが、ほとんどが女子型の企業であり、ポスト原発に向けての雇用の安定と所得の増大を図るため、 男子の就労の場の確保が必要となっている。商業も近年周辺の街には大型の店舗が進出し、村内の消費者もかなり流出する傾向にある。本村の広大な自然と緑地は、第四次全国総合計画においての阿武熊地域の位置づけと交通網の整備などによって意義と価値を持つものと予測されることから、こういう林野の自然を生かし、 それを過密都市部の人たちに提供することによって、地域の活性化を模索している。阿武熊高地のまた田中に位置する川内村は、四方連邦の高原性盆地をなす。大滝姫、山北例に源を発する、木戸川は、山々の谷筋から流れ出る河水を飲み込みながら、肥大し、村の中央平地を南下する。原始から、古代の遺跡は、この河川に面する、 丘陵上に多い。上川内の五谷地、高田東近辺に15カ所、上川内の長毛川、並ぶ川流域に8カ所、上川内のおじろい川流域に8カ所、下川内の川内川沿いに2カ所、下川内の平沢川、北川原川流域に3カ所が認められ、た若干の例を想定すると、これら木戸川水系には40カ所の遺跡が知られている。また、 下川内の割山峠を境に、東は富岡川に入る水系となるが、この方面に25箇所ほど記録されているので、現在までのところ川内村における遺跡の数は65箇所内外ということになる。狩猟、採集を生活の基盤とする縄文文化のうち、早期に属する遺物は2、3の遺跡で知られている。そのうちでも、 とりわけ古い時期に想定されるものは、富岡川水系の関わうち、ぬかずか G 遺跡から出土した、日ばかり型押し型門土器である。この土器は、東北地方に主体的に分布するが、現在のところ川内村最古の縄文土器と言えよう。ぬかずか寺遺跡は、この時期以降に入る早期の資料も含まれている、重要遺跡であったが、主要部は隠滅した。 ぬかずか G 遺跡から約1トル南に下がった地点にぬかずか C 遺跡がある。ここからはぬかずか G に後続する土器や微粒気線を持つ貝殻門土器が発見されていて縄文早期文化の動向を伺い知ることができる。川内村で縄文文化が流生するのは前期においてである。下川内、他の入遺跡、上川内。 大根森遺跡からは大量の資料が発見されているが、前者では平面が長方形の縦穴式住居一夜を冠掘りしている。縄文時代中期は、上川内、五八市遺跡が著名。縄文時代後、晩期になると、下川内、で古岡、BC 遺跡、下川内、ぬか塚 F 遺跡に多くの資料を見る。下川内、 平沢遺跡から出土した、有門頭の石鹸は、工芸的にも優れた一品とされる。生産経済となり、稲作りや、金属機の製作を行うようになった弥生文化の遺跡は、川内村の立地特性が因果してか、明確な例がない。ただ、出土地府省の村内採集資料中には、中期に編入し得るものが含まれている。機内で大王を頂点とする、 政治組織が成立した古墳文化は東北地方にも及び各地に根を張っていったが川内村ではまだ十分にその存在は判明していない奈良時代平安時代の遺物は平地に降りた上川内長文で確認されている日差しを持つ住居跡その周辺に置かれた弾きがある平地内にはこの時代の遺跡の埋没は少なくないと推定し得る 道の区、では両国の中世の始まりは、文治5年に、源の頼朝が、平泉の欧州藤原氏を攻略した時期に求められる。日立国から、菊田関を越えて、多賀城に北上する街道に沿った諸軍は、この時期に、鎌倉幕府の支配下に入ったのである。街道諸軍の在地武士は、鎌倉幕府の有力御家人の一人千葉助、常種の指揮を受けた。 そして、常種の次男相馬氏種は、行方軍を領し、四男、大須賀士郎種信は、鴻島省の預かり所職に部任されたのである。鴻島省赤目先に建流された井の八幡軍を、包採する鎌倉幕府の街道南部経営の一大拠点となった。鎌倉時代を通じて、街道諸軍は、幕府の濃密な支配を受けたのである。南北朝時代の動乱の過程で、 街道には黒人領主が成長した。岩崎市、岩木市、奈良橋相馬市などである。彼らは室町時代においては鎌倉府と欧州短大の狭間の中で角質を繰り広げ、やがて戦国大名として岩木市と相馬市の領友が街道を分断して対抗した。奈良派軍は岩木、相馬の双方が攻略を目論んだ地域であった。 飯野の城による岩き地下高は早くも、文明六年には、奈良橋を攻略し、碇市を置いて、相馬市への備えとした。富岡町にある、日向館は、岩き両国の北方の拠点であった。そして、碇市は、西方の田村市への備えとして、下川内に、上山城を築城したのである。川内村にはこの他に、自流館、大久保館、勝山館、 大都変古城がある。自流館は、おじろい川沿いの綱木を経て、川前町上尾よけうりの鹿のま川に沿う高部館と、連動して、田村寮への抑えとなっていた。戦国時代の川内村を知る手がかりは、それらの城下に跡の他に、地名伝承があるぐらいである。文禄4年、豊臣政権下の検知によれば、 いわき五軍の総国高はおよそ11万5千国であり、奈良派軍上下川内村の工数は810国余りであった。この生産力から見て人口は800人ほどであったろうか。この文禄県地こそ中世を締めくくり、近世的土地支配の開始を告げるものであった。中世の川内は、いわき市の両境の守りの村であったが、それゆえに海。 山の幸を渇望し、時代の動向に、鋭敏な村人の住む里でもあったろう。永年にわたる武家の支配が終焉し、新しい文明開化の明治の世になった。しかし、一般民衆が待ち望んだ方向と異なり、明治六年地租改正が交付され、全国一斉に土地上領地下算定が厳格に実施された。 この結果、上下川内村に存在したお囃子はともかくも、山野までが国有林に編入された。自由に自分たちの山林に馬を放牧、あるいは木材、焚木などを得ていたが、一旦国有地となれば、かつての山野に入り木を伐採することは、明らかに討伐となり、罪人となった。ほとんど私有山林のない村民にとって、明日の生活にも事欠く状態となり、 まさしく暗礁の時代であった。こうした生活の中、明治22年4月町村成功府により、上下川内村が合併、新しく川内村が誕生。初代村長に秋元某タスクが就任した。明治31年、管理勧誘遅延子引き戻しかの申請運動が開始された。政府相手の行政訴訟は困難が続出。 特に裁判費用に事欠き、明治36年三輪下げ戻し行政訴訟に関する一切の件を、吉田文造に委任、よって、新しい局面を迎えた。ついに同43年12月、翌年11月の領土における判決に勝訴となった。全村民一丸となった、三輪引き戻し運動の成功によって、新しい村づくりの基本となるべき。 施行案が打ち出された。この施行案により公有林の経営をなし、村の収入が大幅に潤うことになった。しかし、太古より斧が生えることがなかった、原始林の大木は次々と裁判費用、村の収入のため切り倒され、森林は荒廃していった。こうした反面伐採のため各地より多くの山林労働者が、 村内に移住、さらにそうした労働者を対象とする商業者も数多くなり、たちまち人口の増加をきたし、丸三時代と称される川内村の繁栄が出現した。昭和二年村有林の利益の増大により、全国にも稀な存税の廃止を行い、無税川内村の名が広く知られた。大正から昭和に移る激動の時代、一貫村である川内村が、 50万秒という大量の木炭を生産、日本一の生産地となり、永年にわたる木炭の改良が実を結んだ。尊世100年の刑として、三亀乙吉村長による植林運動が開始された。しかしこの運動も、次第に、戦争の暗雲が広がり戦時体制が強化されると、実行されず、群馬の飼育、木炭の増産が叫ばれ、村民は、 軍国主義一式となった。昭和20年8月の終戦後は、食料、燃料等が全国的に不足し、木炭、焚き木の生産地、川内は国民の需要が増大した結果、大いに潤った。食料増産の掛け声は、戦後、各地より村に戻った引上げ者や、村内の次男、三男の新しい職業対策となり、国や村の公有地における、 開拓事業が奨励された。昭和30年頃より、日本の経済は、全国的に、人力から機械力の時代となり、古くより続いた馬産地としての川内に、陰りが生じた。間もなく、エネルギー革命が起こり、50万秒と、日本一を誇った木炭も、消え行く運命となった。戦後多くの山林が荒廃したが、 新しい組合法による森林組合が創立され、山林の村川内の山林育成の指導を行うことになった。しかし、木炭の需要が少なくなった頃より、木材の価格も変動をきたし、低迷するようになった。まさに昭和30年代前半は、村にとって基本産業が根底より覆える状態であった。こうした困難を打破すべき農業、 構造改革事業として、馬から父牛し、さらに肉牛、区画整理、機械の導入、飼料としての草地の開拓等が、県などの講演によって実施された。造林の意欲を高めるため、村民の自立生活の安定を目的とする家族、経営林を奨励した。農業に従事する者にとって魅力あるのは、米、タバコの主要作物である。 後にこうした作物も過剰気味になり、減炭が行われるようになったが、その後高原野菜の作付けが増え、インゲン、ナス、トマトの出荷が盛んとなっている。森林資源利用の椎茸栽培の拡大も、明日の川内農業に巧妙をもたらすものとされた。山深い山村である川内が、全国にも多少なりとも、名を知られるようになったのは、カエルの詩人。 草の新兵との出会いが影響している。長福寺の住職、矢内俊光氏は、たびたびに、天然記念物平福沼の森青ガエルを紹介。そんな中、長福寺を訪れたのが、昭和28年の夏であった。新兵は7日間も、矢内和尚と酒を飲み続けた。こうした縁が取り持ち、新兵と村人との友情が出来上がった。 昭和35年8月には名誉村民、さらに天山文庫の新築には村民が参加するなど、新兵と村民との間はますます親密になっていった。文庫の落成記念日である7月16日に行うのが天山祭りである。酒、踊り、歌と遊び好きな新兵と村民が調和、大層な賑わいである。天山文庫には、 宗方志向、石川達造などの多くの文化人が訪れた。2009年に始まった定額給付金の支給について、川内村では、存税滞納者、約300人に対し、定額給付金を存税納税に充てるよう求め、応じない場合は支給後に差し押さえる、旨の文書を送付した。3月20日には、遠藤友幸村長より、文書の撤回が表明されたが、 過疎化及び不況等による、存税滞納率の高さ、及び、村民の経済的な苦境が、浮き彫りとなった。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合は、JR 東日本万越東線夏井駅、小野新町駅、神又駅、船引駅、及び、常磐線富岡駅などが、最寄りとなる。 福島第一原子力発電所事故において、村全域が 30km 圏内にあったため、2011年3月15日には村民に避難指示が出され、3月16日に川内村住民は郡山市への集団避難を余儀なくされた。4月22日には警戒区域と緊急時避難準備区域が設定された。 9月30日には緊急時避難準備区域が解除され、2012年1月末に避難自治体の中で最初に既存宣言を発表した。2012年3月31日に警戒区域の解除により、避難指示解除準備区域と居住制限区域に再編された。空間線量は周辺の自治体に比べて低く、2012年段階で、 平均的な被爆線量は年間1ミリシーベルトを下回ると報告された。2014年10月1日に避難指示、解除準備区域が解除され、居住制限区域は避難指示解除準備区域に再編された。2017年までに80%以上の村民が帰還したが高齢が多く、若い世代の帰還率は全体より低い。高齢化の中、 震災後の生活習慣病が増加していることが報告された。2016年から2019年に採集された野生のキノコの76%で放射性セシウムが100ベクレル、キログラム以上検出されている。ありがとうございます。